いろんなテレビに紹介されて、起業家としてはもうよし当てたみたいな感じがあったんですけども、実はテレビにそれだけ紹介されても売り上げってほとんど増えなかったんですよ。ネットビジネスはもうアイデアとスピードだとか思ってたんですけど、もうその時代ではなくなったんだなと。本来だったらお金に余裕がある大手の方がそれが本当はできるはず。大手は資金があるからという有利では全然ないんですよ。ということで、はい、やっとここからやっと本題ですね。しくじりのトップ3、まあ、ワースト3をちょっとお話しいただきたいなと思ってまして、はい、これだけある中で何を3個選んだのかなっていうので、じゃあまず第3位から聞いていいですか。はい、ポジティブシンキングの重要性に気づいた事件っていうのがありまして、創業して多分1年半ぐらいだった頃、はい、全然前ですね。もう20年近く前ですね、はいはい、取り込み詐欺に遭いまして。取り込み詐欺。取り込み詐欺っていうのは、はい、商品を納めました、お金を払わずに、その会社は倒産してしまったっていう。あ、なるほど。で、計画的にやってるんですけど、そういう詐欺っていうのは、はいはい、取り込み詐欺にあって、まあ、全財産を失ってしまったことがあるんですね。全財産。全財産。まあ、もともと財産なかったんですけど。そんなにでも払っちゃったんですか。例えば120万ぐらいですけども、はいはい、まあ、創業して最初1年半ぐらいはもう本当に、はい、赤字かよくてトントンぐらいなので、うんうん、はい、もう給料も一切取ってなかったんですよ。なるほど。もう取れなかったんですね、はいはい、でさっきお話したように12月だけ売り上げがゴーンと上がるっていうのがあって、はいはい、1年半経った時の12月にドワーッとそのカニが売れるようになって、はい、でようやくどうも120万ぐらい利益出そうだなという形になって、はいはい、その時にちょっと商品を下ろしてくれって話が来たんですね、はい、ネットを通じて、うん、その時に、まあ、私もまあ言ってもそこそこビジネス経験があったので、はい、取り込み詐欺じゃないかなというのはある程度疑いはしたんですよ。で、まあ、要はそういうのもあるので、はい、ただまあ結構額も大きかったので、はい、これはちょっと仕事して取りたいなと思って、うん、で実際向こうの会社にもこう足を運んで、はい、実際大丈夫かとバーバー見てきたんですよ、はいはい、でまあ、まあちゃんと会社もあるし、うんうん、で登記も等も取り寄せたら、はい、なんか社歴もすごい昔からあると。あ、そうですか、うん、まあ、これは多分大丈夫かなと、はい、まあ、これでもし詐欺だったらまあもうプロだよねって思ったんですけど、はい、うん、プロだったんですプロだったんだ。プロだったんですよ。もう結局、入金日に入金がないと、はい、もしかしてと思ってもうダッシュで飛んでいったら、その事務所にこう紙が貼ってあって、倒産しましたみたいな、連絡はこの弁護士にみたいな。でその弁護士に連絡したら、はい、私その弁護士辞任したんで私関係ないですみたいな、これもまあいろいろやれば立件もできたのかもしれないですけども、はい、まあ、とにかくもうこれで一回全部こう失ってしまって、それってごめんなさい、どういう取引だったんですか。向こうの会社にうちが商品をまあ下ろすって形ですね、うんうん、だから120万円で仕入れ先が仕入れて、はい、でこれを200万円で下ろしたと。なるほど。そしたらまあ80万円ぐらい利益出ますよね、はい、っていうところだったんですけども、うん、どじゃあ商品下ろしたと、はい、ところが実際入金されなくて、うん、ドローンされたと。なるほど。でもこっちに対しては僕は120万払わないといけないんですね。なるほど、そういうことか、はいはいはい、でも向こうの人もそのなんかこう僕実際足運ぶと、こんな安くてお前利益取れてるのか大丈夫かとかこう心配してくれるんですよ、うん、すごいいい人だなと思ったんですけどもうやっぱ詐欺の手口なんですね。そうなんだ。でそれでもううおーってなってしまって、はい、1年半で稼いで120万、はい、もう全部なくなったんだみたいな感じになってしまって、はい、うわーとか思ってたら、はい、こうまあ、友人とかお話聞いていろいろ慰めてくれたりとかしたんですけども、はいはい、まあ、そのうちの一人が詐欺師ってどうやって詐欺師になるか知ってるって聞いてきたんですよ、はいはい、いや知らんって言ったら、うん、詐欺師が詐欺師になるきっかけって、はい、自分が詐欺に遭うことなんだよって。あ、そうなんですか。要は自分が真っ当にやってたのに、はい、詐欺に遭って全財産取られたりとかして、はい、もうまともにやってられない、はい、それだったら俺もってなるらしい。そうなんですか、うん、じゃあでそれを聞いてってなってあかんあかんと詐欺師になってあかんと結局はそこで自分が詐欺に遭ったことによって、はい、やってられないわってなるのか、はい、乗り越えるのかで人生変わってくるわけですよね、はいはい、俺これ乗り越えなあかんわと、はい、どうすんねんみたいな感じで考えた時に、はい、さっき申し上げたようにずっと1年半ずっともう全くゼロだったんですね、うん、で12月だけ120万取れそうだったのが、はいはい、この120万がちょうど全部ゼロになったんですよ。そうですね。これは11月の次に1月が来たって思ったらいいんじゃないかとなかったとなかったと別にマイナスになってるわけじゃないので、はいはい、11月の次に1月になってたとしたら別に何のことはないと、はい、なるほど。それにしてはいろんな経験値もできたし、はい、で一方でその詐欺とかっていうのはなんだかんでって、まあ、経営者仲間とか聞くと、はい、みんなやっぱりそこそこ合ってるんですよね。あ、そうですか。で行くとまだこの規模の時期だったから良かったと、うんうん、何十億の規模になってから経験するよりは、はい、この規模でだいたい詐欺の見抜き方とかもいろいろ分かってきたし120万で済んだと済んだと。
ってなってくると、ほらラッキーなんじゃないだろうかと今回は。なるほど。っていうところで、いやなんか俺ついてるよねみたいな感じになって、その時も結構その今みたいな感じでもう5分10分でこう立ち直ったので、はいはい、結局ポジティブシンキングっていうことができるかできないかで、うん、人生ってものすごい変わるんだなってこう思った出来事でしたね。なるほど。でも木下社長の会社の120万のためだけにそれやったわけじゃないだろうから、同時期にいろんなところで一気にやったんでしょうね、うん、一気にやって一気に逃げるっていう。そうそうそう、すごいな。だからオフィスに行ったら、今から考えるとやっぱおかしいんですけど、いろんな商品がダーッとあったんですよ。詐欺やる人ってもうパターンなんですけど、結局その自分が欲しくて買ってるわけじゃないので、ジャンルがバラバラなんですよね。なるほど。仕入れに理念がない、理念がないのでもう本当にあらゆるジャンルとかあって、はい、うん、あと東京も東方も僕調べた古い会社だったんですけど、はい、結局あの休眠会社を買い取ってるんですよね。なので確かにその登記簿謄本の事業内容とかあんなも全然違うんですよね、はい、なるほど。休眠会社で世の中たくさんあるので、はい、休眠会社を買い取って社歴が昔からあるように見せて、はい、でオフィスをどっかに作って、はい、であの短期間で一気にいろんなところで取り寄せていくんですね。でまた会社を変えるんですか。そうです、そうです。で取り寄せてこれ転売して金にして、はい、でこの会社を潰してまた別の会社を作ってっていう、はい、一箇所にいると、まあ、こらえちゃうので、はい、もう多分転々としながら、でも確かにそれだけ長くやってる社歴の会社だと思ったら信頼しちゃいますよね、うん、そうなんですよね、うん、すごい手口なんだな。確かにその時気づけてよかったなって感じですね。確かに今のね、うん、大きい規模でもしやってしまったらとんでもないことで。そうですね、はい、ポジティブシンキングに考えるということの重要性を学んだ時期、はい、じゃあ木下さん、竹林の第2位を、はい、聞いてもいいですか。はい、ではですね、次はあのトラブルを乗り越えると元より良くなるという気づいた事件っていうことですけど、はいはい、当時はあの上場をですね、こうするときの話なんですが、はいはい、上場申請をするときに、まあ、証券会社さんにこう、はい、あの審査していただいて申請するんですけども、はい、基本的にはその予実っていってその、予算があって、はい、まあ、こういう計画で今期売上利益をしますよと、はい、実績もこうこうやってますし、はい、その通りになってるんで、この会社は大丈夫だねということで、はい、証券会社さんが証券取引所に申請するんですけども、はい、その申請する際に、どうもその数字が足りなさそうだと、はいはい、計画に対して、実績が足りないと、はい、売上に関してはまあそんなに重視されてないんですけども、はい、利益計画がちょっと達しないと、はい、ちょっと会社としての信用性に関わるので、はい、上場申請ができない。2ヶ月ちょっと待つから、はい、ちゃんと利益がいくように立て直してください、はい、こういうふうに言われたんですけど、はい、でそれがもしできなかったとしたら、まず一旦1年伸びます。あ、そうなんだ。だいたい1年伸びて1年もできることってあんまりないんです、はいはい、やっぱりまあ日常的にいろんなトラブルとかが起きてきますので、はい、っていうことはもうここ逃したら結構あと大変になると思って、うん、でなんとかこの2ヶ月で利益契約いかないといけないというところになったんですけども、はい、売上を上げるだけだったら正直広告を出せば売上自体が上がるんで、そうですね、いけるんですけども、はい、利益っていうことは原価とかをかけずに利益を出さないといけないというところで、いやもうとにかく利益はあと2年出さないといけない、はい、何千万とかって感じだったんですね、はい、2ヶ月ですね、うん、そうです、はい、でどうしようどうしようとにかく頭使え頭使えって感じになって、はいはい、で最初に考えたのが金券を作ろうっていうことです、はい、金券、北の快適工房で使える金券を、はい、例えば1万円分使える金券を8000円で売ります、はいはいはい、という形にすれば、うん、まあ、日常使ってるお客さんからすると、 そうですね、それ買うと安く手に入るよねっていうところで、うんうん、はい、でこれ金券っていうのも特にレジ上のチケットみたいなもので、はい、原価ゼロで8000円の売り上げが上がる、そうですね、もうお金を生み出せるわけじゃないですか、はいはい、これや錬金術を見つけたという感じでこれでいこうと思って、はい、じゃあちょっと監査法人にちょっとこういうのでいくと思うんですよ、はい、だから、はい、いやそれはダメですか、あ、結局その金券を売ったところで、はい、実際にその金券を使われる際に原価って発生しますよと、あ、そうですね、原価と売上って、まあ、同時に発生させないので、それがダメですと思って、うん、次どうしようと思った時に新規のお客さんの売上を獲得するにはあって、うん、定期購入のお客さんの解約を止めるっていうことにしよう、はいはい、まあ、定期のお客さんは一定の割合で解約されていくので、うん、そこを埋めていくためにこう新規のお客さんをするんですね、はい、でこっちを増やすんじゃなくて解約するのを止めたら売り上げが上がるんです。そうですね、まあなんか普段当たり前にやっていくべきことのように聞こえるけど、はい、でもそこにそう、ね、もう一回方が欲しい、そういうようにやってたみたいですよね、はいはい、やってたのでもっと
止めよう。ただ、あの無茶は絶対できないんです、はいはい、で要は解約をしようと思った人に、まあ、解約を踏みとどまってもらうために今いろいろこうやってるとするんですけど、はい、そのもう一個前で、はい、解約をしようと思わないようにできないかってことですよ、はいはいはい、でその時にもっと気づいたのが、はい、還付会ってやつで還付会、はい、あの定期購入見てるんですけども、はい、よくあるのが12ヶ月間毎月北海道の特産品を商品が入れ替わって届きますよって、はいはい、ってあるじゃないですか、はい、あれが還付会って言うんですけど、はいはい、あれは12ヶ月間最初に申し込んでるって、はい、途中で解約ってないんですよ、はいはいはい、定期購入は、まあ、基本的に毎月届けるって言ったらいつでも解約できるんだけど、はい、あの還付会方式にして1年間分をポンと申し込むかってすると、はい、1年間は解約、はい、一切しないっていう感じなんですよ、はいはい、これにしたら解約しようとそもそも思わないって感じなんです、うん、それだから1年間も解約しない前提のゼナセットらしいですサービス内容そうです既存にいらっしゃる定期購入のお客様に1年間を、まあ、お約束いただくと割引率も作れますという構想を作って既存のお客様にポーンと投げて、はい、で、これに乗り換えませんかという感じになるとかなり多くの方がバーッと乗り換えてくださって、はいはい、で結構の乗り換えた方っていうのは基本的には少なくとも2ヶ月間絶対解約するんです、そうですね、これによってドーンと実は売り上げが上がって、ああそうなんですね、はい、で結局これが、実は、その後も結構主力商品として、はい、今もうちもずっとやってるんですけど、はい、結構一定の割合で年間コースに入る人が多くて、はいはい、でこの人たちが多いとやっぱり売り上げ安定するんですね、はい、結果それによって、まあ利益も達成できて、はい、事情上もできてでその後その時にこう編み出した年間コースっていうのが、うん、結構今もその主力として頑張ってるんですでそこからまあなんかピンチがあって大体それを乗り越える技を生み出したらその乗り越えた技が今度次のステージの保守力になって成長するっていうのも何度も知ってますよそれが結構一番大きいと資産になるところですねそうですだからピンチが来たらちょっと喜ぶぐらいのそうですあ来た来たこれで何をゲットできるのかっていう多分これ乗り越えたら結構いけるんじゃないかなはいはいっていうですね、確かに、まあ、第3位の騙されたっていう、そうですね、話も、はい、これでね怪しい会社を見る方法をもう理解したはいということで、そうですね、でもその第2位の話が一番、まあ、ビジネス的にはピンチを乗り越えて得た産物というものなんですね。ですねだからどうしてもそれまでは売り上げを上げるためには何らかのコストをかけないといけないとか、はい、投資をしないといけないっていうふうに思ってたんですけど、うん、投資をせずに売り上げ上げる方法って本当にないのかっていうのってやっぱりそんな言っても今は真剣にかかってもなかったそうかそれがないと、うん、確かに意外とあるんだなそうか、うんでもね、なんかよくありますね、その明らかに無理っていうわけじゃない、はい、なんかギリギリ無理かもしれないぐらいに目標設定されると、すごい人間のパワーが出るっていうのがありますよね。いわゆるその火事場の馬鹿力が。火事場の馬鹿力が。上場審査の時に、いい目標を与えてもらったと思うんですね。そうですね。はい、基本的にはその無理だと思うことも、1時間集中して考えると、絶対答えって出るっていうのを聞いて、あまあ、それでも結局今みたいなのって、大体1時間ぐらいしか思うんですよ。はいはい、たまにこうゲームとか、ちょっとやったりするんですけど、うん、1年以内に年収1億になる方法を考えようみたいな感じとかあるんですよ、はいはい、ゲームみたいな、はいはい、みんなすぐ無理だって言うんですけど、うん、あの1時間ずっと集中して考えて、うん、全くアイデアが出てこないって絶対ないんですよ、うん、例えばじゃあ年収1億1年以内になる方法ってなった時に、まあ、一番手っ取り早いのって年収1億の人が結婚すればいいよねとかそのレベルから考えてるんですよ年収1億の人と結婚するとか会社を作って年間売り上げ1億の人やればいいのとか、はいはい、そもそもこの条件の中にお金使ってはいけないんじゃないかみたいな、はいはい、話になっていてそんな感じでずっと考えていって、うん、やっていくとだん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 こう現実的なものになってるんですよ、はいはい、それマジでいけるんちゃうんでなるほどそういう思考のゲームをするとその時からできるんですよだから本当にそれできないのっていうこの問いかけの習慣がすごい大事ですよね、はい、じゃあの最後のこれが一番のしくじりだったなまあ、学んだことが大きかったなっていう話を聞きたいです、はいはい、ではですね、最後なんですけどもこれからはですね本物しか、はい生き残れないなって感じた出来事っていうのがありまして、はい、我々がその北海道の特産品の事業をこうずっとやっていたんですが、はい、北海道の特産品の事業っていうのも、まあ、結構その模倣とかが多かったんですね、はいはい、特にサイトとかはもう本当そっくり真似されたりとかっていうのがあって、はい、あこれもすごい真似されるなと思ってきて、うん、でじゃあここで差別化を図らないといけないなと思って、はい、訳ありグルメ専用サイトっていうのを作ったんですよ足の折れたカニとかでちょっと安いみたいなそうです、はい、で端っこの木でやってたらことかバレンタインデーを超えたチョコレートとかですね、はいはい、味にも問題ないけどもちょっと訳あって安い商品、うんはいはい
で、これを専門に扱うサイトっていうのを作ってやったところ、はいはい、結構大ブレイクしましてですね、初年度からもいきなり年商で1億ぐらいになったんですよ。でおおよかったなみたいな感じだったんですけども、はいはい、そこからマスコミにすごい注目を浴びるようになってきて、はい、テレビの取材とかがもう1年間で30回ぐらい来たんですね。当時のことうちのこと知ってる人って訳ありグルメの会社とまだ思ってる人いるんですけど、あもうそれぐらい当時はだからバーンと出て、そうですね、はい、それこそガイアの訳とかも出ましたし、はいはい、結構情報番組とかも結構ほとんど出て、はいはい、当時ちょっとリーマンショックの直後だったので、はい、賢い消費術みたいな感じで言われたんですね。なるほどなるほど。そのいろんなテレビに紹介されて起業家としてはもうよし当てたみたいな感じだったんですけども、はいはいはい、実はそのテレビにそれだけ紹介されても、はい、売り上げってほとんど増えなかったんですよ。そうなんですか。結局そのテレビで紹介されたことによって、うん、市場も広がったし消費者も増えたんですけども、はい、それに伴ってそれ以上に競合が増えたんですね。あこれ儲かるんだと、これ儲かると面白いっていうところで、まあ、それこそ大手企業とかもずっと参入してきて、はいはい、でテレビで紹介されてるのは結構当社なんですけども、はい、テレビを見た視聴者の人が、はい、訳あって安いっていいよなって言ってこう、うん、テレビ見た後こう検索エンジンでこう検索をすると、はいはい、当社も出てくるんですけども、当社以外のところもずらっと出てくるんですね。もう訳ありなんとかとか、まあ、そういうこと。当社は、まあ、あの北海道訳あり市場っていう名前ですけど、はい、まあ、訳あり番長とかね、なんかそのあって訳ありなんちゃらがもうずらっと出てくるんですよ、はい、視聴者からすると、うん、あれさっき出たやつどれだったっけとか思うんですよね。結局どれでもいいやと、はい、この中で一番いいやつ選ぼうっていうふうになって、うん、消費者としてはまあその行動ってやっぱ当たり前なんですよね、はいはい、でその時に我々自身がそれまではいかにこう目立つかってことをすごい考えていたんですよね、はいはい、うん、でネットビジネスはもうアイデアとスピードだとか思ってたんですけど、はい、もうその時代ではなくなったんだなと。もうこれだけ検索エンジンが普及した中では、はい、比較検討された結果、はい、選ばれるものを持っている会社しか勝てないんだなと思うんですね。別にその今までやってたやつが悪かったわけでは全然ないんですけども、はい、もうやっぱり仕入れてる段階で結構限界っていうのがあるんだなと思ったんですね。もう自分たちの商品を持って自分たちの商品で勝負して、でこれも比較検討された結果選ばれる商品にしないといけないんだということで、もう自社のブランドを作ろうというふうにこう思ったんですね。だからある種そのコンセプトだけで売るみたいなのをしないというか、そうですね、はい、いうことですよね。もうだからアイデアとかスピードとかっていう、まあ、まだ通用するジャンルもあるかもしれませんけども、うん、そういうのではもうやっぱりなくなっていて、本当に中身勝負の時代になったんだなと思います、はいはい、でもそのメーカーになるってなると、はい、当然大手の企業さんがいたりとかする中で、はい、本当に質で勝負していく、要はベンチャーほど質よりもなんかその目立ったりとか、はいはい、勝負していきたいっていう発想になりがちだと思うんですけど、はい、でもそこをどうやってその企業母体から質を担保するような商品を作れるんだろうっていうのは、はい、何が秘訣なんだろうなっていうのはすごい興味があって、そうですね、あの大きな組織のデメリットっていうのが存在していて、はい、商品開発の世界とかでいくと商品発売計画があってそこに合わせて作っていくんですね、はい、もうここまでに出さなきゃいけないみたいな。そうなんですよ、はいはい、だからもちろん品質を良くしようとはあの各社努力はしてるんですけども、うん、結構納期が結構重要だったりするんですよ、うん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 、で我々の場合は最初始めた時って北海道の特産品の事業がメインであったので、うん、はい、こっちって事業計画じゃなくて、うん、いいものができたら売るなんですね。なるほど。一応こっちで食っていくことはなんとかできてるから、できてるんで、はい、でこっちでいいものができたら売るなので、うん、まず大手よりも長く時間かけれるとか、なるほど、あとコスト的な部分とかも、はい、原価はやっぱ大手に比べて結構やっぱ高いんですよ、はいはい、ただ大手さんって自社でネット販売してるわけじゃないので、うんうん、我々は自社でネット販売してるので、はい、中間流通コスト全然違うので、はいはい、そこでいくと結構その同じ値段でも結構原価率結構我々かけれたりとかっていうところがあったので、うんうん、全てに対して大手が勝ってるわけで全然ないんですね、うん、なるほどな、うん、今の話って面白くて、本来だったらお金に余裕がある大手の方がそれが本当はできるはずじゃないですか、うん、なのに逆に大手は納期的なもののコミットが追われてるっていう、なんか不思議な感じですよね、うん、そうですね、それって大手はお金があるから強いわけでは全然なくて、はい、例えば我々が1億円の資金で何かやるとしたときに、1億円資金投入したら絶対1億以上リターン得ないといけないわけですよね、はい、大手は10億を投資したら10億リターン得ないといけないわけですよ、はいはい、難しさは別に一緒なんですよね、うん、逆に言うと10億を投資して10億絶対返ってくることが分かっていれば、うん、我々も資金別に全然借りれるので、はいはい、でいくと大手は資金があるから有利では全然ないんですよ。そうか、どちらかというと我々は逆に言うと1億の投資で1億返せばいいんだけども、うん、彼らって初めての仕事でいきなり10億リターン得ないといけないんだから、うん、かわいそうだなって感じ。確かになんか小さく実験できないっていうか、できないんですね、はい、なるほどな。でも確かにそう言われたらそうですね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にたくさん、多分10個ぐらいじゃないですか。すごいがっつり聞かせていただきましたけど、なんかこうこれまでの失敗とか学んだことを総括して最後になんかこう視聴者にメッセージとかあればぜひいただきたいなと思います、はい、
一つ一つ結構ね、私 の, あの、まあ、ネタというとあれですけども、はい、結構小さな部分が多いかなと思っていて、はい、ある時その、まあ、いろんなベンチャー企業家さんとかの、はい、こうハードシングスの話とかをよく聞いて、はい、俺はあんまりああいうなんかこうすごいトラブルとか経験してないなと思って、壮絶なとこまで行ってないなと思って、こう、はいはい、妻に一回言ったことがあるんですね、はい、なんかこう俺ってあんまりこう失敗とかせずにこう淡々と来てるから、はい、なんか他のねあの経営者に比べるとこう、うん、はい、ネタに乏しいとかいう話をしたら、つまんないじゃないですか言うと、何言ってんのと、はい、あなたはあのいっぱい失敗してるけど失敗と思ってないだけだと、あなたが、はいはい、もう周りはもうとにかくハラハラしてるんだと確かにちょっとね、今日お話聞いたテンションと現場は違った可能性ありますよね、うん、そうなんですよ、あの今日聞いてる限りはなんか楽しそうに、うん、そう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 なんで今日のエピソードでは特になかったんですけども、はいはい、例えば自分たちの給料が結婚した後に一旦ゼロになった時があったりとか、僕は失敗と思ってなかったので、はいはい、別にエピソードも何もないんですけど、はい、まあ妻からしたらね、はい、旦那の給料が突然ゼロになって、いやそうですよね、っていうどんだけあの時ハラハラしたかみたいな感じで、はいはい、いう形になったんですね。そこで気づかされたのがすごい大切なことってやっぱ2つあるかなと思っていて、はい、1つはやっぱりその失敗を失敗と思わずに、まあ、経験だったりとか、はい、気づきだっていうふうに思うことっていうのがすごい大切で、はい、それがないとやっぱり成長もしていかないなっていうところと、はい、もう1つは今のお話のように、はい、結局その失敗を支えてくれる家族だったりとか、うん、メンバーがいるからこそあのその失敗をねこう糧にできてるんだなっていう、はい、その、はいはい、やっぱ感謝の気持ちっていうのもすごい大事なんだなっていうふうに僕改めてね気づきました、はい、なるほど。これがだからまさに我々のサービスで書いていただいた10回失敗すれば絶対1回成功すると、はい、全部つながってるっていうことですね、はい、まあ、それはもう実感しながらずっとやってきた20年だったということで、一個一個すごい参考になる話があったと思うんで、我々もなんか学ばせていただきましたし、多分視聴者の方もネットコマース的なビジネスにとどまらずなんか学べることいっぱいあったと思うんで、すごい有益なインタビューになりました、はい、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。 CR25 の YouTube チャンネルでは10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで、皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。